浦和の堀之内製スポーツダイレクター SD が28日、さいたま市内で取材に応じ、今季就任したペアマティアス・ヘグモ監督64の解任と、昨季まで指揮したマチェイ・スコルジャ氏52の復帰について説明した。来年のクラブ W 杯を見据え、今ある成長をさらに2アを挙げて成長するためには、 どうすべきかという視点で決断したと監督解任の理由を語った。一方のスコルジャ氏は、サクキアクル優勝に導くなど、手腕を発揮しており、彼に対する信頼があったというのが一番大きかったと思う。サクキ限りでの退任の理由に挙げていた家族の事情については、クリアになったと明かした。